私はがん細胞を細胞死に誘導することのできる小さい核酸 shRNA を探索することで新たな核酸医薬品を開発する研究を行っています。ミトコンドリアは細胞の活動に必要なエネルギーを産生する機能を持っています。また細胞の死にも大きく関わっています。がん細胞のミトコンドリアの膜電位を消失させることができればこれをがん治療に利用することができます。細胞も生物ですので放置すれば死んでしまいます。なので定期的に細胞のお世話をすることが大事です。また細胞を増やす時間も必要なので1回の実験にかかる日数が多くなることがあります。実験中は無駄なダメージが細胞に入って細胞が死んでしまわないように細心の注意を払っています。現在人の死因1位はがんです。私たちの研究している核酸医薬品は従来の抗がん剤と比べて費用や副作用などが少ないことが特徴です。もし核酸医薬品を抗がん剤として利用することができれば今までより安価で安全ながん治療をすることができます。将来は研究職について医薬品の研究に携わりたいと思っています。